シーシュースはイギリス海軍のコロッサス急行空母艦。1943年にガバンのフェアフィールド造船で寄港され、1944年7月6日に浸水した。シーシュースは第二次世界大戦のために寄港されたがヨーロッパ戦線終了までに完成することができなかった。この艦は朝鮮戦争の勃発まで訓練艦として任務についていた。 1946年、この艦は航空機を搭載し、試験と作戦行動に向けての調整を行っていた。極東での任務の準備を終えると、シンガポールで英国太平洋艦隊と合流し、極東航空海軍将官の機関となるため出航した。1947年英国太平洋艦隊の元で第一航空母艦部隊の機関となった。 英国に帰還すると、本国艦隊において任務に就くため改装を受けた。改装が終了すると、本国艦隊の第三航空母艦艦隊に合流した。1950年に朝鮮戦争が始まるとシーシュースは韓国に配置され、通常の空母としての作戦を開始した。この艦が参加した最初の作戦はいくつか、ある目標の内陳南裏にある敵の要塞と、 通信施設を制圧することだった。2番目に参加した作戦は、艦のカタパルトに不具合が起きて、離陸重量が限定され航空機が、ロケット弾や爆弾を搭載できなかったため、戦闘空中紹介のみであった。3番目の作戦は、英連邦機動部隊の一部としての任務だった。シーシュースは、日本の佐世保からの艦ともに公開した。艦載機は主に陳南浦を中心とした。 地域において、橋梁、北朝鮮軍、その他の目標に対して、空爆に成功し、大きな混乱と損害をもたらした。1950年12月半ばに始まった4番目の作戦中、シーシュースから発進した航空機は、この分断された国家の北側で、厚く、雪に覆われた当地での典型的な統計の中、数多くの地上車両を狙い攻撃した。 攻撃は大規模であり多くの車両が破壊された。中国軍が東韓再起の目標として大掛かりな攻撃を受けた直後に作戦は終了し、飛行時間は1630時間長、使用したロケット弾は1400発を超えた。翌年1951年の1月5日、シーシュースは5番目の任務につき、韓国、カラス山の南で戦闘していた、米軍。 第25不評師団を支援した。1月15日、1 0 0回連続無事故着艦がシーシュース上で達成された。空母航空団はその驚くべき軍務機関に対してボイドトロフィーを授与され、これは多くのパイロットやクルーにとって初めての経験であっただけでなく、言うまでもなく艦そのものにとってもそうだった。1月後半に始まった6番目の作戦は、 大小数多くの事故に見舞われた。1月26日には、関西機の一機が振動した後制御を失い、回転しながら海面に落ちていった。c 級駆逐艦、HMS コサックが墜落地点に向かったが、無駄に終わった。別の航空機は、多数の対空砲火にさらされ、パイロットは、東塚和里の近辺の谷間に不時着させられた。 パイロットは身を隠して90分ほど救援を待った。米軍のヘレが飛来し、パイロットを救出する間、シーシュースの他の関西機がその地域上空で偵察飛行を行った。2月2日には、シーフューリーが着艦の際に車輪が破裂して機体が破損してしまい、それと共に無事故着艦記録は1463回で終わりとなった。7番目の作戦は、 偵察任務から帰還したファイアフライの飛行中隊が銃の不発のため1名の死亡者を出すという最先の悪い出出だしだった。さらに同様の作戦があり、その中には研州周辺における米軍第9軍団への近接航空支援のようなものも含まれていた。1951年3月4日に始まった8番目の作戦は、 近近上陸作戦が取り行われるかのように、錯覚させるため、陳南浦からクースササングにかけての見慣れた地域上空を紹介することだったが、同様の状況に多数であった。さらに2件の事故が起こり、1つ目の事故では死傷者は出なかったが、2件目では航空機がシーシュースに帰還途中に事故に愛死者が出た。9番目の作戦は、他の航空機が3月24日に、 水原で撃墜されて始まった。さらなる偵察と近接航空支援が行われ、6隻の敵艦への攻撃も行われた。10番目の作戦は4月8日に、日本海で、米空母バターンや、英駆逐艦コンソート、合駆逐艦バターン、ガ駆逐艦ヒューロン、米駆逐艦イングリッシュ、米戦水母艦スペリーからなる、護衛の駆逐艦隊と共に始まった。 4月10日に2機のシーフューリーが味方である米軍機のコルセアから間違って攻撃される事件が起こった。シーフューリーの1機は深刻な損害を受けたが、もう1機は高機動で避け切って無傷で逃げることができた。近辺で偵察任務に当たっていた別の2機のシーフューリーが援護要請を聞いたが、現場に駆けつける途中で1機が撃墜され、パイロットは捕虜となった。 最初の飛行機を探していた別の機も降車砲で撃墜されたが、パイロットは逃げ帰ることができた。さらに2機の航空機がその後撃墜された。1機目は降車砲による損害を受け、シーシュースからわずか40マイルの地点に着陸し、すぐにヘリコプターで救出された。2機目は、 高射砲に撃たれて水田に墜落し、そのまま北朝鮮兵による消火器による銃撃が行われている乾いた川床に滑っていった。同行していた残りの航空機は、さらに2機のシーフューリーがパイロットの元にヘリコプターが向かうのを護衛している間、リースキャップを行っていた。38分後、パイロットは重傷を負っていたものの救助された。 さらに数多くの北朝鮮軍目標に対していくつもの攻撃が行われ成功した。この攻撃の間、この空母に属する別の航空機が撃墜された。撃ち落とされたパイロットは米軍のヘリコプターに救出され、ヘリのパイロットは北朝鮮兵からの激烈な銃撃をものともせず勇気、ある救出を成功させたとして、後に主君十字章を授与された。彼はこれを シアトルの英国領事館で受け取った。1952年1月15日、連合国機動部隊の作戦は、米空母バターンの帰還により終了した。シーシュース自身は、朝鮮半島での作戦を継続し、今度は、西海岸だった。シーシュースから発艦した航空機が、エンジントラブルにより不時着水し、パイロットは救出されるまで55分間荒れた海に、漂っていた。 二日後、シーシュースでの作戦は終了した。シーシュースは佐世保を出港する前に校内を回った。空母ユニコーンと空母グローリーの乗員は、シーシュースの出発にあたり、原則に集まって声援を送り、シーシュースの乗員も声援を返した。朝鮮戦争では、紛争期間を通して六隻の航空母艦が英連邦から参加し、 うち五隻がイギリス海軍、一隻がオーストラリア海軍からだった。n a v a l h i s t o r y ドットネットの記録では、シーシュースは1951年後半に本国艦隊に合流し、第二航空母艦部隊の機関となった。1952年、シーシュースは本国艦隊の機関となり、姉妹艦であるグローリーを国連の任務から解放して、 朝鮮半島を去らせるために地中海に派遣された。シーシュースは地中海において本国艦隊と共に合同訓練に参加した。1952年の2月から3月にかけて、シーシュースは艦に派遣された第14空母航空団とともに、ナト o の訓練を地中海で行った。1953年、シーシュースはエリザベス2世の戴冠式を祝う、 カン式に参加した。1956年の第二次中東戦争の間、シーシュースはオーシャンと共に使用された。11月から12月にかけて、シーシュースから兵隊を乗せたヘリコプターが陸地に向かい、同様に負傷兵を撤退させた。朝鮮戦争の時と比較して、第二次中東戦争におけるシーシュースの役割は比較的おとなしいものだった。 翌年、シーシュースは予備役に回され、その後1962年にインバーキーシングで解体された。ありがとうございます。